明けましておめでとうございます。それでは明けての代表の代表会見を始めたいと思います。冒頭代表からです。はい、改めまして9年中は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。年頭会見ですので、本来であれば心新たに新しい年の抱負などをお話ししたいところでありますが、ご承知の通り、年末年始にかけても COVID-19 新型感染症の拡大は止まりません。国民生活、そして医療の提供体制、命と暮らしを守るという観点から大変厳しい状況にあります。また立憲民主党としても、年末に大事な同志である羽田雄一郎参議院幹事長を COVID-19 で失いました。大変な悲しみであり衝撃であります。個人的にも、年齢も近いこともあって、羽田議員とは家族ぐるみでお付き合いをさせていただきました。羽田さんの旧姓は公私にわたって本当に痛恨の極みであります。残念ながら新年をこうした厳しい辛い環境で迎えることになりましたが、政治が立ち止まることは許されません。何よりも COVID-19 新型感染症の拡大を抑え、国民生活の安定を図ることは政治の最大の、そして喫緊の課題であります。まずはこれに最優先で全力で取り組んでまいりたいと思っております。昨日総理会見を受けてぶら下がり会見も行いましたが、総理はようやく首都圏1都3県を対象に緊急事態宣言を発令するという方針に踏み切りました。合わせて新型インフルエンザ特別措置法の通常国会提出も表明しました。政府の遅きに失した対策が招いた感染拡大と言わざるを得ないと、そうした意味では現状は人災と言わざるを得ませんが、それでも一歩前進をしたことは評価をしたいと思います。ただもちろん、もろ手を挙げて賛成というわけにはいきません。中身が重要であります。緊急事態宣言は明後日にも議運等が開かれて、そこでまた質疑の場があると伝えられております。まずは菅内閣として初めて緊急事態宣言に踏み切るということでありますし、また昨年の緊急事態宣言も最初の判断は総理ご自身にご説明をいただいたと、そして私自身も質疑に立たせていただきました。当然この新たに一旦解除した緊急事態宣言を出すという局面ですので、総理がご説明をしていただけるものと、そして国民の皆さんに少しでも安心感を持っていただくべく先頭に立っていただけるものと期待をいたしているところであります。内容的にも飲食店等の営業時間の短縮要請をするのであれば、十分な損失保障とセットでなければなりません。また1都3県に限定すると伝えられておりますが、医療崩壊の懸念のある、そして感染者の数も高止まりしている地域は他にも少なくありません。実際昨年の緊急事態宣言も、最初に発令をした地域から実はなし崩し的に段階を踏んで全国に広げざるを得なかったという経験を私たちはしています。一気に全国とは私は思いませんが、大阪をはじめとして医療の状況がもう崩壊状況にあると、今日も大阪の方から情報が入ってきていますが、救急車を呼んでも病院が受け入れられないと
いうまさに医療崩壊の状況現状にあるというふうな状況を伝えられているところであります。こうした地域も対象にするべきではないだろうかと。そして、安心できる学業機会の確保、特に受験シーズンを迎えております。受験機会の保障、そしてそこに向けた受験生の安心、これに向けた誠実な、そしてスピーディーな対応を求めていきたいと思っています。最後に、生活困窮者に対する速やかな支援についての十分な配慮も必要であります。その上で、十分な国会への説明を求めてまいりたいと思っています。新型インフルエンザ特別措置法改正については、私どもはすでに12月2日臨時国会で議員立法を国会提出をしています。国会を延長して議論を進めるべきだと申し上げてきたところであり、これが18日通常国会が召集、その時にようやく政府案が出てくるというのは、大変、遅きに失したと言わざるを得ません。一刻も早い改正の実現、そして改正法に基づく実効ある対策の実施が欠かせないと考えております。すでに提出している改正案がありますので、ぜひこれをベースに、我々柔軟な修正協議に応じたいということは、従来から申し上げてきたところであります。いずれにしても、与野党で大枠の合意をしっかりと進めていく、そして実質的なですね、議論をしっかりと国民の前で進めておくことが必要だと思っています。対決法案にするのではなくて、こうした提出がどうしても遅れるのであるならば、それに先立って実質的な議論の機会を十分に確保し、円満な形で進めていくことを強く求めていきたいというふうに思っております。最後に、COVID-19 から離れますが、年頭ということで、今年は3月で東日本大震災から10年を迎えます。津波被災地を中心にハード面での復興はかなり進んでいると受け止めております。一方で、昨年10月の時点で避難生活を送ってらっしゃる方々が、いまだ4万3000人いらっしゃいます。被災前の生活を取り戻したとは到底言えません。特に福島などの原発被災地では、廃炉計画にも遅れが出ております。また、いわゆる汚染水処理にあたって、政府と地元とのコミュニケーションが不十分であると、被災地の不安が軽減されていないという実態も明らかになっております。発災当時、官房長官という危機管理の要役を務めていた、またその後、経済産業大臣という原子力政策の担当をしてきたこと、私にとって東日本大震災からの復興と原発事故からの復興が、個人として最大の政治テーマであるというふうにも思っております。今後も責任を持って取り組んでいきたいと思っております。特にこの10年の区切りというものが、ソフト面、あるいはここまで不十分であった面、特に原発事故からの復旧復興、こうしたものを加速させるきっかけにしなければならない。間違っても風化をさせる区切りになってはいけないという強い思いで臨んでまいりたいというふうに思っております。ちょうど12年前の丑年、政権交代がありました。政権運営の経験不足や、あるいは政権から下野した以降の力不足など、さまざまな反省点もしっかりと踏まえ、現状の残念ながら右往左往している政府に代わって機能する政府をしっかりと作っていく政権の選択肢となり、この COVID-19 新型感染症による国家的な危機から社会を守るということに向けて、今年も一年全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは質疑に入ります。いつもの日目と決して社名と名前をお名乗りになって
お願いします。2人ずつぐらい質問していきますのでお願いします。じゃあ1番 NHK さん、他は2番お願いします。後ろの番手をお願いします。すいません、 NHK の佐久間です。よろしくお願いします。先ほど今日の東京の感染者数が出てきまして、1200人余りで、非常に多くなっております。このことでの受け止めとですね、新型インフル特措法改正案、政府通常国会に、提出に向けていますが、給付金と罰則がセットの改正案だと総理はおっしゃっております。この法案にですね、立憲民主党として賛成するようになるにはどのような条件があるのかと、はい、1点目についてはですね、まあ、年末年始、特に年始で検査の数が、あるいはそれに基づく報告が、やっぱり実質的には減っているのではないかと、いうことが予想されていた数字、時期の数字もですね、大変高かったことからですね、まあ、一種覚悟はしておりましたが、やはり衝撃的な数字だというふうに思っております。すでに何度か申し上げてきていますが、この状況に対しては相当強いブレーキを踏みませんと、新規感染者の数を急速に減少させ、そのことによって医療の崩壊状況を立て直すことはできないと思っています。さらに強く、強いブレーキで感染拡大を大幅に減らしていくことを求めてまいりたいというふうに思っています。特措法についてですが、とにかく補償を十分に行うこと、これが何よりも重要なポイントであるというふうに思っております。いずれにしても特別措置法に基づく緊急事態ということになれば、現行法であっても、事実上の強制力は大変強いと思っております。それだけにですね、十分な保証がない状況では、倒産廃業か、それとも今日その要請に従わないかという究極の苦しい選択を、これまでも関係事業者の皆さんには迫ってきたということになっています。これは本来許されることではないと、保証はセットと、その保障の水準というものがやはり一番の争点だと思っています。フランス店の及川です。今のご発言に関連してなんですが、一点伺いたいのが、党としては現在どのくらいの規模でどの範囲まで保障することが求められていらっしゃるか、いるかということが一点。あともう一点が、飲食店全般に関して、20時前の閉店を、1都3県においては要請するというふうに聞いておりますが、そうすると一番打撃を被るのは、いわゆるファーストフードで夜勤勤務、22時から例えば朝5時、6時まで働く人たちの雇用が、まあ、ゼロになってしまうと思うんですが、こういった人たちの雇用をどのようにする人を考えか、以上に1点お願いします。はい、1点目ですがですね、事業の継続が可能な保証をしなければならないと。つまり営業短縮とかですね、営業停止の要請に応じることでですね、事業を継続できなくなるというようなことを迫ることはあってはならないのではないかと。したがって事業の継続を可能にする、少なくとも最低限以上のものが保証されなければならないと。なおこれについては、直接営業の短縮などを求められる事業者だけではなくてですね、そこに対する納入業者なども含めて対象にしなければならないというふうに思っています。後者についてはですね、雇用の点については、現状でもありますですね、休業補償などを十分に行えばですね、そこの手当は本来できるはずであると。これについての運用が十分でないことが問題だと思っています。むしろですね、確かに何人もで会食をする、特に酒を伴う会食をすることがですね、感染を広げている要因の一つであるということは間違いないというふうに思うんですが、
例えばその仕事が遅くまでかかったというような方がですね、一人で外食をされるというようなケースは、例えば医療とか介護とか交通とかですね、緊急事態宣言下でもですね、必要なエッセンシャルサービスに従事されている方はたくさんいらっしゃるわけで、そうした方のですね、夕食などの機会を全部一律で止めるということが本当にいいのか、いわゆる孤食というんでしょうか、一人で外食をされるというケースについての感染拡大の要因になっているエビデンスはないのではないかと、そうしたところはきめの細かい具体的な対応を求めていきたいというふうに思っています。ご考えますか。よろしくお願いします。通常国会の開会がですね、18日に控えますけれども、改めて野党解説で会見ということですので、野党としてどのように臨まれるかお聞かせください。はい、一つはですね、短期的には足元の COVID-19 新型感染症に対する対応についてはですね、従来申し上げてきております通り、前例にとらわれることなくですね、とにかく一歩でも二歩でも前進をさせることに向けてですね、最大限の努力をしていきたいというふうに思っています。まずはこの当面の課題に全力で 100% 取り組むというのが今の国家的な危機の状況における責任だと思っています。その上でですね、これを一定程度抑制できる状況ができてこなければいけないと思ってますし、できてきた状況においてはですね、やはりこれは単に足元の問題だけではなくて、例えば医療や介護などを中心としてですね、ベーシックサービス、エッセンシャルワークをですね、非常にこう切り捨ててきた、これまでの20年から30年にわたる日本の政治と社会の在り方そのものが今問われているんだと。それから貧困困窮の問題もですね、非正規雇用に大きくシフトしてきた、この雇用の在り方そのものが問われているんだと。私たちはやはりここを変えていくと、ベーシックサービスを充実させですね、安定的な雇用を取り戻すと、そのことで社会を支え合う、分かち合うというところに変えていくと、このことがないとですね、こうした危機に非常に脆いという社会の本質的な問題をですね、しっかりと論戦していきたいというふうに思っています。コロナ対応が出てくるようになっていくかと思うんですけれども、この間に相次いで政治と金の問題についての野党の追及責任もあるかと思います。その点についてはいかがでしょうか。まずはですね、今の日本はまさに緊急事態そのものだというふうに思っています。すべてはこの、医療が崩壊をしていると、地域によっては崩壊をしているという状況を改善させですね、緊急事態からは脱すると、コロナとは当面新型コロナウイルス感染症そのものとはですね、当面向き合っていかなければならないと思っていますが、少なくとも今はこの緊急事態から脱出すること、それに徹底するべきだと思っています。都道府県本部長を選任してですね、地域での活動を展開する方針かと思いますが、改めてその活動の意義とですね、この1年どのようにつながるこの活動を展開していきたいか、抱負も含めてお願いします。はい、現状でもですね、いろいろな形で、現場の声をですね、地方組織、そこを中心となってになっている自治体議員の皆さんがですね、この COVID-19 が問題になって以降も、例えば介護施設であるとか障害者施設であるとか、あるいは看護師さんの現状であるとか、あるいは学生さんの状況であるとか、本当にいろんな現場の皆さんとつながっていただいて、それを届けていただくことがですね、我々の政策や国会論戦に大きな大きな力になってきています。こうした実態はですね、従来からも自治体議員の皆さんを中心に存在をしているわけですけれども、
それをですね、より組織的にですね、しっかりと、本部、国会議員の方が受け止められるような形を作っていくことで、さらに現場の声を受け止めるという役割をですね、自治体議員の皆さんが効果的に果たしていけるという、こういう相乗効果を作っていきたいと。まずは、実は組織的にやっていくということよりも、当面はとにかく今届いてない現場の声、山ほど現場の自治体議員の皆さん中心に届いていると思ってますので、そこをしっかりと受け止めていかなければならないと思ってます。国会の新聞です。よろしくお願いします。省庁再編についてお聞きします。反省6日で、省庁再編から20年を迎えるんですけれども、省庁再編では厚労省が誕生し、菅首相は厚労省再編も主張しているわけですけれども、この内容などを踏まえて、どのような成果が出てきているとお考えかというのと、もう一点、内閣府の発足もありました。内閣府の発足で官邸主導が強化されたと政府は説明しているんですけれども、その他なども指摘されている中でですね、どのような課題があるか考えているか、お願いします。はい、まず冒頭申し上げておきたいのは、省庁の再編って仕事をやってる感を示す上ではですね、非常にいいテーマではあるんですが、政治的に非常に大きなエネルギーを要するし、行政的にも非常なエネルギーが取られるテーマであると思っています。したがってあるべき論というのはいくらでも申し上げられますが、特に今 COVID-19 新型感染症による国家的な危機という状況の下で喫緊の課題ではないということは前提として申し上げておかなければならないと思っています。その上で従来から言われてきましたし、私も感じてまいりましたが、やはり厚生労働省は特にですね、役割が大きくなっている中で所掌範囲が大きすぎて、例えば一人の大臣が全体を本当に見切れているのかということについては、政権をお預かりしている時からですね、大変疑問に感じてきたところであります。また内閣府もですね、担当大臣、特命大臣も経験させていただきました。プラス面もある一方でですね、本来の期待された役割を果たしきれていない、つまり各省をですね、内閣府が調整をしてという実態になっていない部分が非常に多いというのは否定できないと思っています。さらに申し上げれば、例えば経済企画庁というですね、非常に大きな役割を果たしてきた大事な役所が、その再編の中で役所としてなくなりました。そうする部署はあるんですが、独立の省庁でなくなったことによってですね、従来のような存在感を示しきれていない、役割を果たしきれていないというところもあります。したがって一長一短、良かった部分と悪かった部分と両面あるのかなと思っています。繰り返しますが、ただ今の状況ではですね、こうしたあるべき論を頭に入れながら、コロナをはじめとするですね、喫緊の課題、優先すべき課題がたくさんありますので、この問題に今力を注ぐべきタイミングではないと思っています。読売新聞の田村です。よろしくお願いします。今年の秋までには衆議院の解散総選挙が、行われます。現時点で、どのような体制で臨みたいかですとか、目標、現時点で考えていらっしゃる目標、抱負という部分も含めまして、衆議院どう臨まれるかというのをお願いしたいのと、あと春先には2つの補選もあります。その補選にはどのように臨まれるか、あと特に補選についてはえ共産党担当候補者の意向が出ていた現状の話し合いはどうなんでしょうか。よろしくお願いします。従来から申し上げている通りです。今その問題についてコメントする時期ではないと思っています。合わせてなんですけれども、昨日共産党の新委員長が小田原時代の中で、昨年新委が発表されている5つの政策提案の立憲代表も伝えたという旨を発言されていたんですけれども、この現状、その共産党さんの提案どう評価されているのかというのと、今後これも昨年来申し上げている通りです。現状それについてコメントするべき社会状況ではないと思っています。はい、
所の川口と申します。よろしくお願いいたします。今月7日に枝野代表が野党第一党として民主党系としては連続在任人数が最長となられますが、その受け止めについてお願いいたします。すいません、特にありません。お伺いします。昨年末に社民党のお二人も加わられて保護県民を超える規模となったわけですけれども、例えば、新型コロナの特措法で言えばですね、旧国民民主党さんは罰則付きの法案を考えていらっしゃったりとかですね、党内にはその罰則に大変慎重な考えの国民さんもいらっしゃると思うんですけど、そうしたこう意見の違う、150人規模の議員たちを今後どのようにまとめていくか、今後その特措法の改正、政府案によっては党内で改めて協議する必要が出てくると思うんですが、それにはどのように研修薬に組みたいとお考えでしょうか。昨日のですね、特措法に対する私のぶら下がり会見に 対する報道ぶり、どう受け止められたかというのもですね、反対から慎重から前向きまで分かれています。そういうものです。だからそもそもが前提となっている認識自体、いろんな同じ発言に対していろんな受け止め方がありますよね、とそういうことです。いろんな意見があるかどうか自体はではなくて、同じ発言に対してもいろんな受け止めがある、そういう性質のものです。あるいはそういう段階のものです。つまり見え方段階の問題であって、実際に150人規模の人さんとしての同じだという考えだと。完全で同じであるかどうかも含めて今そういうことを申し上げる段階ではないと思います。少なくとも我が党として一致をして今国会に出している法案については合意をして提出をしている、これは客観的事実です。そして一方でこれについてどう考えるのかということについては、それは同じ発言であっても受け止める立場によって賛成と受け止めたり反対と受け止めたりするぐらい微妙な問題ですし、あらゆる法律についての態度というのはそういうものです。したがって今それについてだからご質問そのものに対してはお答えできる状況ではありません。ありがとうございます。日本鈴木と申します。よろしくお願いします。衆院選の関連なんですけれども、今現在競合区がですね、新潟6区だけになっているわけですけれども、まずその現状に関しての認識をまず伺いたいのと、それから地元からはですね、早く決めてほしいという声が強く上がっているわけですけれども、その競合区の解消に向けてどういうふうにこう進めていくべきだと考えているのかお伺いしたいです。今朝も平野選対委員長代表代行と話をしましたが、早急に結論を出すと、私の方からも昨年の12月の半ば以降ですね、できれば年内に結論を出してくれと、年内にならなかったけども早急に結論を出すという報告を受けています。他はいかがでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあ今年も一年よろしくお願いいたします。